皆さん、どうも、こんばんは。タイトルにもある通りなんですけども、ワールドボス3、今まで、長い間、お疲れ様でした。ついに、スチームのストアから、削除されます。本当に悲しいです。まあ、っていうね、茶番をさてとしておいて、はい、どうも。ということでね、今回話していく内容なんですけども、現代戦 FPS のダボダボ3が、なんと、Steam から削除されます。で、これには、しっかりとした理由があります。はい。最近ね、マイゲームズとファーム51、まあ、ダボダボ3の運営が共同開発しますみたいな話をしたと思うんですけども、それの準備として、まず最初に Steam からゲームを消します。っていうことです。はい。なんで、またね、ちゃんと話すんですけど、今後しっかりと、再販されます。てか、再販されるというか、多分次出てくるときは無料化してるんじゃないかなっていう感じなんですけども、まあ、購入できるっていう期間は、今回の、今日、今撮影日が8月の13日なんですけども、8月の13日で終了します。ここから何が起きるかっていうと、じゃあ、買ってる人は、今まで持ってた人、僕3300円払って買ったんですけど、もうできなくなるんですか？安心してください。あなたはまだできます。はい。ちゃんとね、削除された後でも、普通にプレイすることは可能で、で、なんか、ちょっと見た感じだと、アップデートももしかしたらするかもしれない。ただ、それは未完成な状態ではちょっと出せないから、まあ、気長に待っててね、みたいな感じのニュアンスで、公式のホームページの方で書かれていました。はい。でね、まあ、今回ちょっと話していくのはね、ダボダボ3の動画自体、まあ、ちゃんと動画として撮るの久々なんで、かなりラジオ感覚で聞き流しながら皆さん聞いてください。片手間にね。はい。ってことでね、まあ、まず一つ目がね、Steam から削除されるっていうことなんですけども、まあ、これについては前々から言われてました。うん、確かね、1ヶ月ぐらい前とか2ヶ月ぐらい前からもう、マイゲームズと共同開発するってなった時に、確かそういう感じのことを、ほのめかしていました。だから実際いつね、削除されるのかなっていうふうに思ってたんですけども、この8月13日に削除されるっていうことで、決まったみたいです。で、2番目にね、マイゲームズの共同作成で、まあ、実際どういう進捗状況なのかみたいな話なんですが、実際進捗状況については全然公開されてないんで、何とも言えないところなんですけども、公式のホームページのところによると、なんと、ゲームプレイ、グラフィックス、サウンド、パフォーマンスと安定性、で、その他もろもろのいろんなことを改良しますってことなんで、これね、前にも何度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 もゲームが変わりますみたいな感じで上げてたと思うんですけども、またまたね、大きく変わってくる可能性が出てきました。はい。で、特に今回思ったのが、グラフィックスってところ。今までは、動きの改善だとか、あと、まあ、武器バランス調整だとか、あと、モーションがどうたらみたいな感じのことばっかだったんですけども、初めてグラフィックスについて今回触れてきたんですよ。ちょっとね、ダボダボ3のグラフィックスって、良くも悪くも、なんか、ちょっと残念なんですよね。めっちゃいいんだけど、ちょっと惜しい。なんか、アンリアルエンジンをうまく使えてないのかなっていう、なんか素人目線でもちょっとわかるぐらいに、すごい残念な感じな部分があったりとかね。あと、バグが多くて吹っ飛ぶとかね。まあもう、そんなのもう日常茶飯事でね、もう、息をするぐらい当たり前の普通なことなんですけど、ダボダボ3では。まあそういうところもきっと、このパフォーマンスと安定性っていう部分で直される。そしてサウンドについても、きっと足音が変に小さいとか、あと、なんか、銃声がバカみたいにでかいとか、そういうところも、きっとリアル思考っていうところもあるけど、ゲーム寄りになってくんじゃない？ゲーム寄りのゲームと、リアル寄りのゲームって全然制作が違ってて、例えば、COD ってゲーム寄りのゲームなんですよ。これ、わかりますかね？タルコフってリアル寄りのゲームなんですよ。で、まあ、何がどうか違うかっていうと、足音が大きくて銃声が小さいだとか、それこそグレネードを受けても死なないバトルフィールドとか。で、タルコフとかだったら、腕打たれた、足打たれたってなったら、その部分の、まあ、命中精度が下がったりとか、足が遅くなったりとかっていう風な、まあ、仕様があったりするんで、やっぱり、リアル寄りのゲームがいい人と、ゲーム寄りのゲームがいい人っていうのはまた分かれてくるんですけどね、多分、
ダボダボ3の目指すところって、究極的な話、きっとね、リアル寄りでもありつつ、ちゃんとゲームとしても確立されてる。で、大会とかもやりたいっていう感じだったと思うんで、きっとゲーム寄りのゲームに、新しく方向転換していくんじゃないかなっていうふうには予想しています。はい。で、ゲームプレイについてはね、ちょっと正直なんともいないところなんですけども、まあ、新しい新ルールだったりとか、それこそ、あんだけね、噂されてて、俺の配信でもチロッと映ってしまったという放送事故があった、リコンモード。あのバトロワについても全然触れられてないんで、今後のね、進捗具合に期待ができるんですけど、めっちゃ期待してっからね、運営。マジで期待してっからよろしくな。はい。という感じで、まあ、ダボダボ3の復活する兆しがちょっと見えてきたんじゃないかなっていうふうには思います。皆さん気になる方がいると思うんですけど、俺たちお金払ったけど、無料化しちゃうの?みたいな、そういうね、方いると思います。で、俺もね、これちょっと調べました。俺もお金でね、3300円。まあ、かなり、まあ、ちょっと現金的な話をするとかなり元は取ったんですけども、まあ、それでもね、やっぱり3300円も払ったんだから、なんか俺らにないのみたいな感じで調べたところ、公式の運営のホームページでこう書かれていました。お金払った人に対しての措置対策。早期アクセスプレイヤーはベテランとして認識されます。配信モデルに関係なく、少なくとも第3次世界大戦に対して支払った価格以上のゲーム内コンテンツを受け取ります。っていうことなんで、まあ、ゲーム内マネーだったりとか、あと、まあ、武器解放とかそういうところで、スキンとかなのかな、きっとね。というところで、絶対ペイしますよっていう風に書かれていますね。で、思ったのが価格以上のゲーム内コンテンツを受けられますっていう風に書いたも、もしかすると、そのトレード機能みたいな、パソコンやってる人はわかると思うんだけど、スチームってコミュニティ内でスキンとかのトレードができたりとかするじゃないですか。あと、スキンをガチャで買うとか、鍵で開けて買う。まあ、CSGO ってのはそのいい典型的な例だよね。鍵を買って、ゲーム内手に入るドロップするボックスを開けて、それを売ったりとか買ったりできるっていう風な感じ。もしかすると、ワールドウォー3もそういうことちょっとやろうとしているんじゃないかなっていう風には思います。ただね、ダボダボ3初速で売れた個数ってめちゃくちゃ多いから、これからね、うおーって盛り上がったとしても、ほとんど買ってるプレイヤーなんじゃないかみたいな感じには、ちょっと思いました。はい。で、PS4 コンシューマーの話については、一切触れておりません。はい。なんで、まあ、PS4 くればいいねっていうぐらいの認識だと思われます。はい。PS4 版もし来たらね、実況しようかなっていうふうに思ってるから、まあ、ぜひともね、PS4 見たいよって人はね、チャンネル登録してください。はい。ちょっと遅かったね、言うのね。はい。でね、まあ、久々にやってみたなんですけどもね、まあ、ダボダボ3相変わらずね、ラグがひどくてね、グガクガクするんだけどね、なんかこうね、まずいもう一杯みたいな青汁的な楽しみ方ができるかなっていうふうに思ったんで、またちょくちょくちょっと動画の方も上げていこうかなっていうふうには、思いました。はい。最近ね、ほんといろんなゲームやりすぎてね、なんかもうどのゲームやろうかなみたいな感じで、なんかそれぞれやっぱね、それぞれのゲームで面白さいいとこあるんですよね、やっぱり。ダボダボ3のいいところはね、まずいもう一杯の青汁要素があるところがすごいいいところだなっていうふうに思った。ただなんか、昔みたいに、変にぶっ飛ぶバグみたいなのってかなり減った気がするね。で、もうアップデート自体はもう半年ぐらいか半年以上確か来てないんですけども、まあそれでもね、ちょこちょこ人口はいますよ。まあ一番少ないところだとね、申し訳ないけどね、一桁の時とか、まあちょっとあるんですけど、実はサーバーがちゃんと統合されたことによって、アジア、EU とかそういうの関係なしに、みんな遊ぶことができるようになりました。で、この機能もちょっと遅かったんだけど、まあ、来てこれは良かったと思う、本当に。なんで、もしね、復帰したいよって人はね、ちょっとさ、近々、復帰した人用の、復帰したいよっていう人用の動画を作ろうと思ってるんで、まず、ぜひともその動画をお楽しみにしてください。ちょっと俺がね、いろいろね、レクチャーしながらね、話していこうかなというふうに思ってるんで、ぜひとも、乞うご期待ということで、お待ちください。はい。で、まあ、ちょっと話さっきに戻るんだけど、このお金払ったプレイヤー、ベテランとして認識されるっていう部分について、ちょっと思ったのが、ベテランってさ、どこで判断するんだろうね。もしかしたら、ネームタグのとこにさ、ベテランって出るのかね。でもさ、買ってる人がほとんどなんだからさ、スコア表見たら、ベテラン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 みたいなさ、みんなベテランになりそうな気するんだけどね。ちょっとそれはそれでなんか、逆にルーキーの方が新鮮みたいな感じにちょっとなりそうっていうね。なんかそれもなかなかシュールな光景だよな、と思いつつ、見ていました。はい。ということで、まあ、最後にね、ちょっとまとめになるんですけども、まあ、ダボダボ3、スチーム版消えます。
8月13日に消えます。ただそれは、ゲームを作るっていう段階、本当に本腰入れでゲームを作りますっていう段階に入ったんで、消えるだけで、買った人はできます。で、多分次登場するときには無料化して登場する。それが、私の予想。てか多分ほとんどそうだと思います。主な、改善内容としては、ゲームプレイ、グラフィックス、サウンド、パフォーマンスと安定性。まあ、ここら辺のね、部分を改良してくるんで、ほぼほぼ別ゲーとなって帰ってくるっていう風な認識でいいと思いました。はい。ということでね、タイトル見てちょっとね、びっくりされた方いるかもしれないんですけども、私また今後ともダボダボスリー開けていくんでね、何度も言いますが、まあ、コメントとかね、あとチャンネル登録の方、よろしくお願いします。私のね、励みになりますので。はい。ということで、皆さん、次回、近々ダボダボ3あげます。お疲れ様でした。